皆さんこんにちは。こんにちは。チームブリヂストンサイクリングから自転車競技会のトップ3選手来ていただきました。ありがとうございます。まずはご紹介に参りましょう。2016年のリオオリンピックにも出場して自転車競技トラックオムニアム14位、2018年全日本自転車競技選手権大会トラックレースにおいて5種目優勝という快挙を達成、ロードタイムトライアルのチャンピオンでもあります。現在の日本の自転車競技界トップの実力と実績を兼ね備えております。福島県出身の現在29歳、久保木和重選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久保木選手とはツールドフランスの中継でもね、はい、ご一緒していた。お願いします。続きまして2018年全日本自転車競技選手権大会トラックチームパシュート個人パシュートマディソン優勝、そして2018年アジア自転車競技選手権大会トラックチームパシュート個人パシュートも優勝、富山県出身、現在26歳のチームブリヂストンのアンバサダーでもあります近谷亮選手です。よろしくお願いします。今日は一日楽しく話していきたいと思います。よろしくお願いします。マネキンみたいな。続いて2018年アジア自転車競技選手権大会トラックオムニアム優勝、そして2018年のアジア大会でもトラックオムニアムの優勝、トラックロードだけではなく競輪にも参加しておりまして非常に幅広い舞台で活躍しています。岐阜県出身、現在25歳、橋本英也選手です。よろしくお願いします。インタビュー慣れてないんですけど、はい、楽しめれるように頑張ります、はい、よろしくお願いします。情報によると、ツイッターで橋本英也チャンネルというハッシュタグが、はい、ファンの間でも流行っておりまして、なんとじゃん、マディソン終わった後の銅メダルで、はいはい、お人形とメダルもらえるんで、メダル食べてから人形食べる、マスコットキャラクターも感じ、マスコットキャラクターも感じ、もう本当にアジア大会の味がしました。味がしたんですね。サービスの可能性で何言ってるか分かりませんけど、ちょっとねお茶目な橋本英也ちゃんのぜひハッシュタグをつけてツイッターで見ていただきたいと思います。じゃあまずは自転車競技についてご説明お願いします。自転車競技と言いましても、さまざまな種目があります。僕たちが主に行っているのはトラックレースと呼ばれる専用の自転車競技場を走って競い合う競技や、街中の道路などを使って競い合うロードレースなどもあります。チームブリヂストンサイクリングには未舗装の道路を走る MTB なども走る選手も在籍しています。その他にはパラサイクリングやシクロクロスなどもあります。今日は主にトラックレースの話をするんですけど、はい、トラックにもいろんな競技があるんですよね。僕たちが今目指している東京オリンピックで主に目指している種目は 4km チームパーシュートと呼ばれる4人でタイムを競い合う種目や、これ追い抜きとも言います。はい、追い抜きとも呼ばれます。オムニアムと呼ばれる4種目競技を走り、その合計点で競い合う種目、またマディソンと呼ばれる2人でペアを組んで点数を競い合う種目、この3つを僕たちは今目指して東京オリンピック頑張っています。さまざまな実はトラックの中でも競技があるわけですけれども、まあ、スキーとか得意とか個人的なところもちょっと聞いてみたいと思います。フォーク選手どうですか。団体種目が好きで、うん、昔から結構サッカーとかバスケットとかを経験してるんで、うん、チームパシュートが団体種目なんで、はい、それが好きです。その魅力って何ですか。1人じゃかなわない敵でも4人で力を合わせれば、うん、勝てるっていうその可能性が魅力かなと思いますね。近谷選手はどうですか。はい、チームパシュートが、好きです、うん、4人で目指しているので、励まし合いながらそのまま上を目指していけるっていうのはすごくまあいいところだなと思っています、うん、やっぱりその喜びを分かち合えるっていうのは魅力の一つですか。そうですね、今年のそのアジア選手権優勝した時もすごく4人でもう大声でもう抱き合いながら喜んだのはすごく鮮明に覚えています。橋本選手はどうですか。はい、僕はチームパシュートも団体種目も好きなんですけど、チームパシュートだと速く走った方が勝ちなんですけど、はい、オムニアムの場合は対人レースなんで、他の国の選手と戦うことによってレースが同じレースには絶対ならなくて、うん、まあ、チームパシュートと違うなって思うのが、チームパシュートは練習してレースで一番集中して頑張るんですけど、うん、オムニアムのレース中は駆け引きすることによってなんかすごい僕は楽しいなって思います。ゲーム性が出て、ゲーム性が出て、はい、そういうのが好きなんですね。そういうのが僕好きなので、うん、はい、の選手なんか、はい、走った時いつも笑顔なんで調子が分かんない、全然分からないです
笑ってないよと思って、はい、後から写真見ると笑ってるんですよね。破れてこう悔しくてなんかこう思わず壁叩いちゃって穴開いちゃったみたいなとかない？決めていますよね、やっぱり。あんまり出さずに感情には結構押し殺してなんかまた次にぶつけるみたいな感じが。押し殺してはないんです。僕これが素なんで。あ、素だね。悔しい時は何か食べてんじゃないかって結構もう暴飲暴食なイメージ結構チーム内イメージついてて結構もぐもぐタイムをもう日頃からしてて、はい、ね、はい、結構食べてるんじゃないかな。だからちょっと今ちょっと痩せてきてるんでちょっとストレスもぐもぐタイムが減ったからイコールストレスがないんじゃ。本気の時ちょっと絞れてますね、はい、ちょっとだけこう挫折とかやめようと思った瞬間はない？ないことないんですけど、挫折ってなんだろうっていうか、まあ自分すごいポジティブなんで、うん、それ挫折だったんじゃないって言われたら、あ、そうかもっていう風に感じるかなっていうぐらいです。まあ、やめようと思った瞬間ってありますか？僕のこう厳しい顧問の先生だったら本当に今ですごい感謝してるんですけど、大体半分ぐらいは大体やめていってたんですよ、ね、部員が。で、まあ僕もやめようって思ったことは何十回もあったんですけど、その朝練習で5分だけ遅刻しちゃったんですよ僕。5分朝練に遅刻した、はい、たまたま、はい、もう3年間の朝練習で一度も寝坊したことなかったんですよ。唯一1回だけ、はい、毎日3時半に起きてて朝練習、最終日の朝練で5分で遅刻したんですよ僕、で先生帰ってきて謝りに行ったんですけど、すごく怒られまして、はい、お前もうインターハイ連れていかないって言われたんですよ、で僕学校終わって先生のとこ行って謝りに行ってなんかインターハイ連れてくださいってなんか言った時に、じゃあローラーをなんか今から300キロ乗れって言われたんですよ。300キロ、はい、はい、でも朝も50キロ乗ってますし、一応ですよね。そう、重ねてたら350キロ乗るってことになっちゃって、2時ぐらいからですかね、はい、その乗るって決心して 逆に何かやってろうと思ったんですよね、それ先生に。先生でもできないってこと言ってるのかなと思って、無理なこと言われてるから、じゃあやってるやってるわと思って、始めたんですよ、300キロ乗り始めたんですけど、8時間30分ぐらい。夜10時半まで、はい、夜10時前よりも乗ってました僕。ありえないですよ、自転車競技そんな練習。500ミリリットル入るあのボトルあれじゃないですか、うん、横に後輩に一応10本ほどセットして僕汗かきなんですよ、はい、乗り終わった後僕もぶっ倒れました。それはそうだ。そこに30分寝てました、とりあえず動けなくて。先生何て言われたの？お前よく乗ったなって先生言ったのにそれだけ先生ですけど、でも先生ちゃんと優しくて、カレー屋さんに連れてもらいまして、なんかお前カレー好きだけ食えって言ってカレー大好物なんですけど。そしてインターハイには連れてもらいました。よかった、はい、ローラーを8時間半乗り続けた人って絶対いないです。下選手も僕らナショナルチームとかいろんなところで活動してますけど、その話をして驚かなかった自転車競技選手はいないです。伝説です。伝説の力です。本当僕の中で本当すごい自慢できる唯一の練習です嬉しい。ここからですね、皆さんが所属しているチームブリヂストンサイクリングについて何名在籍してるんでしょうか？20代前半の選手から30代の選手まで13名の選手が所属しています。どんな選手の構成になったの？僕たちがやっているトラックレース、ロードレース、このマウンテンバイクの選手も所属しています。雰囲気はすごい明るいんですけど、監督がお茶目なところがこのチームのポイントかなと思いますかね。試合前とかでもギリギリまではすごい和やかな雰囲気っていうのがブリヂストンサイクリングチームと。自転車の扱い方とかコーナーリングだったっていうのは他のマウンテンバイクとかシクロクロスから学べるんで通ずる部分があるかなと思いますね。よかったなと思うこととかありますか？そのナショナルチームの所属している選手が多いので、うん、それぞれの選手がそのいろんなノウハウを持っていますので、まあ、そういうところをすごい情報交換常にできるっていうのは、うん、まあ、すごく強みだと思いますし、まあ、それはすごく所属していてメリットは多いなと思っています。まあ、オリンピックとかを考えた時にライバルでこの辺についてはどうですか？まあ、ライバルであるからこそ、まあ、その成長する速度が速いと僕は思ってるんですよね、やっぱり。はい、まあ、仲間でありライバルであるんですけど、戦うのは世界の強豪だし、うん、いろんな国なんで、まあ、もっとバチバチでもいいかなと思ってます。思います。オリンピックにかける思い、その先の未来についてどう考えているか。自分のその人生の中で日本でオリンピックが開催されるっていうのは、まあ、一度あるかないかだと思っています。まあ、すごくその、まあ、名誉なことで、まあ、すごく、まあ、チャンス、まあ、だと思うので、自分の目標にしっかり挑戦して、まあ、そのオリンピックに出場し、まあ、メダルを獲得、まあ、したいと思っています。まあ、その目標に対して、まあ、自分はその、まあ、いろんな壁とか、まあ、困難に立ち
まあ、立ち向かって、まあ、乗り越えていってるんですけど、まあ、その自分の中でいろんな、まあ、人間力みたいなのが、まあ、成長していて、この今東京オリンピックで目指してた中で培ったこの人間力みたいなのがまた生かされると思うんですよね。人間として成長した、はい、どうでしょう。自分のためだけじゃなくて日本自転車競技会のため、より一種目でも多く東京オリンピックに出場することで自転車競技の認知度を上げて、より知ってもらって競技力向上につながることが次の自分の使命かなと思っているので、一種目でも多く東京オリンピックに出場することです。自分たちが培ってきたことを今後のジュニアとか後輩につないでいきたいというのがあります。ということは、ボクシング選手に憧れて自転車選手になりたい少年たちが増えたら最高ですね。そうなるように頑張りたいかなというふうに思います。そして橋本選手、はい、やっぱりオリンピックっていうのは選手生活短いんですけど、その中で日本で開催されるっていうのはすごい運命を感じていると思うんですよね、うん、東京オリンピックに向けて、まあ、あのビッグなブレジストのサポーターの下で向かっていくっていうのはすごい非常に大切なこと でその後が僕は一番大切じゃないかなと思いますね。オリンピック終わった後レースに観客を来てもらえるように僕はしたいですね、うん、例えばデートとかで使えるような場所にしていきたいなと思いますね、うん、はい、ヨーロッパではトラックなんていうのはすごく華やかに演出されてたりとか、はい、雰囲気のある競技ですよね。そうですね、観客のためのレースっていうのがあって、レース中もクラブみたいな音楽がガンガン流れて、はい、DJ がいてね、 DJ がいて、うん、でライトとライトアップとかもすごい綺麗で、うん、でお客さんを楽しませる、自転車でも見に行こうかっつってビール飲みながら自転車レースを見てもらえれば僕はもう最高ですね、はい。普段練習がない時はどんなことしてるのかなという、ちなみにあの実家こういうのあるやつ、一応喫茶店、喫茶店なんです、はい、でもお酒は飲めないというお客さんすごく飲んでるんですよ。いや、もちろんもちろん、はいはい、でも仕方に今日はあんまり飲まない。そうなんです、提供してるのに、提供してるのに飲めないですよね、はい、接客の結構温度差があると思いますよ。橋本さん、自転車が好きで、まあ、趣味の延長が仕事になっちゃってる人間だから、そのプライベートとあんま分けてなくて、車とかも好きで車でちょっとドライブ行ったりとか、行ったことない人とか会ったことない人に文化とかそういうのに触れるようにしてます。365日で自転車乗らない日は何日？乗らない日は多分ないっすね。ゼロ。乗り物が好きだから自転車も好きだし、うん、車とか好きだし、うん、よくなんかドライブ行ってるイメージですね、うん、景色とか見てね。橋本選手はこれから橋本エアチャンネル盛り上げていくんですか？もちろん盛り上げたいですね、大学生の時から続いてるチャンネルなので、やっぱそれを通じてやっぱ僕の面白さを知ってもらいたい。自分の面白さ。久保選手はどうですか？まあ、映画行ったりとか、友達誘って温泉行くのがすごい好きで、うん、こうなんかリラックスしてこうはぁみたいな感じがすごい好きなんですよね。食事とかも結構気使ったり、食事は気を使ってます。スーパーフードのキヌア、サラダに結構今年は混ぜて食べてることが多いです。三島はどうですか？でも三島いいっすね。練習環境と遠征とかも行きやすいし、まあ、一番バランスが取れてるなっていうか、練習環境のコースって多くて、まあ、起伏にも飛んでいて、まあ、そこはまず一番良かったかなって。その三島野菜とか結構出してるんですけど、すごく美味しくて、まあ、もちろんお米も美味しいですし、富山と結構近い感じがして、富山はあのお米も美味しいし、はい、そう、お米も美味しいし、水も美味しいしね、似てるので、まあ、すごく生活しやすい。三島ってどこからでも富士山が見えるんですよ。へえ、そうなんですか。山もあって、もちろん海もあって景色もいいんですけど、僕らサイクリングとか外練習行ったりとかするときに、天気がいいと本当に富士山が綺麗に見えるんですよ、うん、これが一番魅力かなって僕は思いました。世界一、日本一目指してて、うん、富士山って日本一じゃないですか。エネルギーをもらってるっていうか、うん、だから実際にオリンピックのね、あの自転車競技もやっぱり富士山の麓だったりとか、はい、そういうところで行われるわけですから、ね、はい、一番が魅力的だと、はい、食べ物も練習コースもそして富士山、ありがとうございます。そろそろ時間になってまいりましたけれども、選手を代表して近内さんから応援している皆さんに最後、2020年、東京オリンピックに向けて頑張っていきます。ぜひ試合見に来てください。応援よろしくお願いします。